はい、皆さん日曜日お疲れ様でした。結果はね、コントレイルが三冠馬がジャパンカップ優勝して、引退しました。そこに乾杯です。おめでとうコントレイル、おめでとう。三冠馬、弱い三冠馬じゃなかったよ、強い三冠馬だったよ。コントレイルは勝つ。しかし私は奇跡から言って奇跡の最高峰からの大まくり、奇跡の出遅れ大まくりに乾杯。あれスタート切って逃げてたらどうだったんだよって思えるのがまたこれ楽しいんですよね。お疲れ様です、乾杯です。いやー、コントレール強かったな。うん、ちゃんと抜け出して、あの強さダービーの時と一緒でしたね。シャフリアールが狭くなってあれ引きましたけど、もう足上がってましたね。ちょっとね、残り 50m ぐらいでオーソリティ、それにその後のオーソリティを追い込むっていうところまで行ってないので、うん、ちょっともう足が疲れでやっぱあったのかな。うん、オーソリティやっぱ頑張りましたね。東京走りますね。来年以降ちょっと面白いですね。来年のジャパンカップメインで行くのかな。うん、ちょっと来年は来年でまた面白いですけども、まあ、奇跡が、私が押した奇跡が出遅れて最高峰からで向こう上面で上がっていくのは見て喜んでたんですが、はい、もう大外れでございます。はい、神くずでございます。これゴールするまではね、そのままっつって11番のシャドウディーバも来てたりとかね。あれ奇跡逃げたったらアリストテレスはちょっともうなかったか、あれはな。あー、惜しかったな、しょうがないね。今日は TIM でレッドさんと生配信をやっていましたので、その時の映像も撮っておりますので、こんな感じで、ジャパンカップスタートからゴールまでの雰囲気だけでもダラダラ飲みながら日曜日の夜をお楽しみください。私も野菜と唐揚げ買ってきましたので、もうこのまま行きます。はい、サラダと唐揚げとちょっとね、これ行きたいと思います。いただきます。野菜から行きます。野菜不足なんで、野菜不足。うまい。どうぞ。そうなんですよね。ねえ、盛り上げてくれた馬たちが引退していきますよ。さあ、ジャパンカップ、はい、第41回か。そうなんです。41回か。オーソリティ72、奇跡のね、大逃げまでしなくていいんですよ。去年ほど逃げなくていいんですよ。去年ちょっと早かったので、あれ1秒遅らせたらちょっとね、最後残ってくれるんじゃないかなと思ったりもするんですけども、まあでも奇跡が引っ張ってほしいですね。12番もいいね。12番いいんだよ、体めちゃくちゃいいんだよ。12番いますよ。さあスタートです。スタートした。さあ奇跡、あー奇跡出遅れました。奇跡が出遅れた。マジか。途中から動け、途中から動いてくれよ。9番アリストテレスか。あ、奇跡が後ろだけど動き始めた。奇跡が動き始めた。奇跡動いてくれ。1頭抜いた。そう、奇跡、奇跡を見せた。あ、上がってった、上がってった。よし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 、奇跡が上がってったよ。はい、今はもう中段ですよ。はい、スローペースをぶち込ましてよ。奇跡来た。頼むよ、和田くん。和田くん勝ってるんだよ。奇跡来たよ。頼むよ。そう、外からいいとこ持って、そう、こっからペース早くして、行って行って行って。和田くん、和田くん、もうしょうがないもんね。行け行け、奇跡来たよ。そう、そっから行け。
もうばらけさせろ、そうそうそう、縦長、そう、中段が抑えたでしょ、今。うん。今、アリストテレス抑えたでしょ、抑えた。奇跡頼むよ、そこから気持ちよく。奇跡奇跡、そう、奇跡来い、奇跡来い。奇跡来い、奇跡来い、奇跡の俺。奇跡、何が来たのあれ、7番オーソリティだ。奇跡、奇跡、そっから残れ、奇跡残れ、奇跡、奇跡残れ、奇跡残れ、奇跡残れ、残らんか。うわ、24242、あ、4番が狭くなったか、これ2番だ。か、274か、シャドウディーバー、うちで274だ。コントフェル、おめでとう。うわ、吠えてるよ、クラゲ君。いや、強かった。外れたよ5番。な、もうしょうがない、手遅れ。まあ普通に当たりましたけどね。あ、生まれん三連服。おお、ありがとうございます。だろ、三連、生まれも買っといてよかったな、はい、これ生まれん三連服、おめでとうございます。レッドさん取りました。あ、いや、あ、なんかね、やっぱ当たらないと体が疲れますよね。ゴールゴ、うん、まだコメント見てないんですけど、和田くんのコメントとか、まあコントレールとかシャフリアールのスタートが良くてっていうところで、で外のね、9番11番とかね、12番とかスタート良かったですからね。あとワグネリアンが前行きました。ワクワクしました。ただ後ろから行った時点で、第一コーナーを一番後ろから行く奇跡を見て、もうないなとは思いましたけど、どっかで奇跡らしいレースはするんだろうなと思ってまくってった時にはちょっと喜びましたけど、やっぱきついっすね。あれが4歳の奇跡だったら面白いですね。プラス6キロだったんですよ、体重が。あの馬510キロ超えた時馬券来ないんですよ。馬体重出た時にあちゃーと思ったんですよね。その前にあの木曜日に馬体重、調教後の馬体重出た時に526キロだったんですよ。と思ったんです。もう予想しちゃってたのね。早すぎたな。うん、後の祭り、うん、うん、おいしい。家帰ってきてジャパンカップを何度も見直しましたけど、コントレール強かった。三冠馬は強い、強かった。やっぱり福永君がね、ジョッキー人生の中でもう本当に特別だって言ってたってのが分かりますね。福永くんの中のディープインパクトがコントレールなんですね。三冠馬引退レースおめでとう、ジャパンカップ優勝おめでとうございます。馬券は取れなくても何かに乾杯しましょう、皆さん、何かに。唐揚げいきます。うん、チンしました。うん、うまい、食べ応えあるな、これ。大きいっすよ、1個が。明日まだいいや。うまっ。福永君泣いてましたよね。の泣き方見たら分かりますよ、ジョッキーが馬上で泣くって本当にもう止まらないんですよね。感極まってガッつって、おえつですって、ね、うん、いいね。長い歴史競馬やってるとああいうシーンを本当にたまに見れるのでね、いいね。人が勝って感動できるっていいですよね。今日の女子ゴルフも三ヶ島さんっていうね、まだ勝ったことない人が勝ちましたからね。おめでとうだね、三ヶ島さん、おめでとう。
男子まだ分かってないんですよ、見てないんですよ、これから見ます。照ノ富士も優勝だね、おめでとう。急に変わりましたチャンネルが。今日これ食べとかないと明日激辛なんですよ、久々に。もう明日激辛よ、夕方夜なんですけども、うわ、そう、明日はちょっとできないかな、どうかな、帰ってきて絶対乾杯はできないですけども、もし取れたら出しますけども、無理はしません、次の日早いので。しっかり今日食べとかないと明日激辛なもんで、うん。その他にね、ちょっといろいろお惣菜を詰めてもらったんです。もやしのナムル、ごぼう酢、うん、煮物、ちくわ、ホテルフライ。取りたいね。来週ダートの G1 チャンピオンズカップ、総出し出ます。私は名将ハリオから行くと思います。スワローズ勝ちましたので、日本シリーズスワローズ勝ったので、名将ハリオから。ハリオというのはハリオアマツバメという世界一速いツバメから名前取ったそうです。うん、うん、明日も激辛ですから、まともにご飯を食べられないんで、精神集中するために。続きまして梅酒ロックです。梅酒、いただきます。もうあれですね、今日は28日だから23日、あと2日で今月終わって師走ですね。2021年もあと1ヶ月ちょっとでございます。皆さんそれぞれの場所でお酒じゃなくてもいいんで、コーヒーでもお茶でも水でもいいんで、乾杯です、乾杯です。うまいなこれ、まろやかでうまいな。そうなんですよね、一時ねロックでね、まあウイスキーもこの焼酎も梅酒とかも言ってたんですけど、やっぱ割るようになると割、ね、夏場なんか炭酸で割るとうまいですからね。俺やっぱロックうまいですね。ちびちびいきますから、そして残りを食べます。今日 YouTube 通りにレッドさん家行く前に NHK の BS 見てたんですけども、あのやっぱ今から76年前の戦争の時の敗戦の時のその軍艦に乗ってた人、ヤマトが沈没する前を走ってた軍艦に乗ってた人たちの話とかちょっと見たんですけども、ヤマト沈没してやっぱ逃げ海に投げ出された人たちを引き上げるのにいろいろあったみたいですね。生きる、なんかその人たちが言ってたのがやっぱ教わってたように、その寒さの中では震えが来て、それその先に、ね、眠くなることが来ると、
よく雪山で寝るんじゃない、起きろ、あの状態に海の中に沈みながら、あの浮かびながらなるらしいんですよ。で上官が寝るんじゃないっつって殴って、はいすいませんって言って起きるんだけど、それを何度も繰り返して3度目貴様なんてやってるんですけど、その上の上官がもういい、ゆっくり返してやりなさいって言って殴らずにそのまま眠るように沈んでったっていうのを見てたっていう人たちの話とか聞いてたんですけど、死ぬより辛いことがああいう状況の中では生きることだって言ってましたね。いやーすげー体験した人がいっぱいいますよ、先人には。そういう話は絶対知るべきですよね、歴史の一部ですからね。まあいずれこういうね、私も大人なので YouTube でもやっていこうな、こうかなって思っておりますけども。さあ堀川三雲選手の未来の夢と書いて三雲選手のイーグルパット、さあそこから曲がるよ、曲がるよ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 30センチあるかな、もう全然大丈夫でしょう。これ入れてバーディーでね、19アンダーで優勝です。おめでとう堀川選手、おめでとう。 YouTube 呼んでください、おめでとう。いいね、人の優勝でも何でもいいんですよ、楽しみましょうよ。うん、うまいです。皆さんこの後もごゆるりと自分のいる場所で、自宅で、海外の方もいると聞きました、ゆっくり飲んでください。まだ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 人生はありますから、競馬もあります。お疲れ様でした。一人反省会します。ではおやすみなさい。